では毎年第1回からやらせてもらっている自然への感謝の祈りをさせていただきます。これはニューヨーク州の上にシックスネーションズというイロコイ連邦というのがあるんですね。そこに何千年も前から伝わっている感謝の祈りの言葉です。ちゃんとやると1時間以上かかるので抜粋して 1、2分ぐらいで終わらせたいと思います。それでは皆さん、本当は輪になってみんな手をつないでやるんですが、その場で結構ですので目を閉じて金沢文庫海の公園の自然の音を聞いてください。自然への感謝の祈り。私たちを支えてくれる母なる大地に感謝します。私たちの渇きを癒してくれる水に感謝します。私たちの病を治してくれる薬草や命を育むお米や野菜などすべての植物に感謝します。美しい歌声を聴かせてくれる小鳥たち、生きる血を与えてくれる動物たちに感謝します。4つの季節を与えてくれる風に感謝します。暗い夜道を照らしてくれる月や星に感謝します。毎日暖かい日差しを与えてくれる太陽に感謝します。私たちの願いはすべて母なる大地グレートスピリットに支えられています。すべての命はつながっています。ありがとうございました。子どもたちが明るい未来を作っていくには、私たち大人が楽しむことが、ニコニコした嬉しい世界を作っていくことが一番大事だと思うんですね。だから今日一日大人も子どももみんな楽しんでください。ありがとうございました。同級生の方たちとのプチ同窓会が行われています。清楚タイプだね。ねえ、すごい、よく探したら、いよいよどれがいい、これがいいじゃん。すごいね。4回の金沢文庫芸術祭ですが、創始者の浅場和子さんとして今年の見どころは、今年の見どころは何と言っても先住民族。何と言ってもアリゾナホピ族のライオンとケンという2人のホピの奏者が来てます。それからカナダのサイニッチ族のポールさん、今は吹いてますね。全米のチャンピオンになったインディアンフルートの奏者、彼も来てる。日本全国ね、芸術祭っていうのが 今いっぱいあるんだけれども、先住民族広場があるのは多分ここ一つだと思う。あと子供ね、子供たちの虹翼広場、虹の翼広場っていうんですよね。虹の翼広場、そう、やっぱり子供の未来は地球の未来っていうことで、やっぱり子供たちのね、未来が明るくなるように大人も楽しんで、子供たちがそれを見てまた楽しいね、未来を想像して生きていきたいっていう、そういう気持ちでやってます。子供の未来は地球の未来、この芸術祭の合言葉ですね。そうですね。で、地球の未来を考えた時には先住民族の生き方っていうのはどうしても出てくるんですよね。そう、そういうこう相関関係にね、あるんです。
あのサンセットパレードもすごいですよ ね、 すね、他にはない先住民族広場とサンセットパレードが、うんうんうん、金沢文庫芸術祭の肝だと思います。400名ぐらいが、ね、仮装して恐ろしい仮装パーティーかもしれない、もしかしたら日暮れ時、ね、そうです ね、 ね、今日はこれから一日楽しみ、ね、うん、そうですね、涼しくてよかったですけど少しね、昨日よりはね、はい、じゃあ雨もやっぱり雨も大事なね、私たちの恵みだから今日は浅場さんにくっついていきます、うん、ありがとう、昨日本当にお手伝いありがとうございます、始まった、サンセットパレードはね、うちの教室でデザイン教室ってやってるけど、昔からクリスマスにパレードはないけれども衣装を作って正明寺の池の周り、正明寺の池の周りをぐるぐる歩いてきたんです。そう、そう、面白い、誰も見る人ないけど、あの坊主屋のてっぺんまで行ったりとか、それがここにつながりました、だから40年ぐらいの歴史がある、40年の歴史がある、子供のそう、それがここまでね育って大人も入ってきてっていうね。そうですか。そうなんです。あれも普段から今でも衣装は作ってるんですか、ね、そうですね、で6月ぐらいからもう目指してね、9月目指して6月ぐらいから、うん、今年は生まれ変わったら何になりたいかってそういうテーマで話します。まあ、311のあといろいろね、あったんで、自分がもしも途絶えたとして次に生き返った時にね、何になりたいかってそういうテーマにしたんですよ。それは311のあとそういうふうに。そうですね、まあ必然的に今年そういうのが出てきて、まあそれでもロボットになりたいことがね、もう恐竜になりたいことが子供の夢だからね、そういう夢が入ってます。じゃあ一人一人自分がそのイメージで衣装を作る、そうですね、はい、そうですね。私はホピのね、ホピって4つの色の人種、世界の人種のね色があるんだけれども、それがみんな混ざり合って幸せに生きようっていう、それになります、その女神になります。でアクティブに行こうっていうのを今年は結構アクティブな、そうですか、女神を目指してます。ありがとうございます、ね、いや今日14回目なんですけど、最強の1年かもしれないですね。最強の、はい、どのあたりが、まずですね、はい、一瞬ちょっと雨降って、またこの晴れたっていうところにストーリーもあり、あとなんか復活した感じもあり、より一層の盛り上がりを感じるし、なんか雨乞いしたら雨が降ってきたみたいな感じ、ね、そうなんです、そうなんです、雨乞いの祈りが始まったら急に降り始めて、終わったら急に会いましたからね。夏が長かったですけど今年そうですね、いやまだ終わってないです、まだ終わってない、まあ、でも僕にとっては今日夏が終わる、あら、今日夏が終わる、実行委員の皆さん夏中準備されてきたですよね、うん、そうですね、そうですね、でもどんどんこう輪が広がっている感じです。そうなんです、そうなんです、ね、若い人多いですね、僕はね、どんどんやっぱりこの仲間が広がるのが、まず一番この活動の醍醐味だと思ってるので、僕はね、一回来た人間はもう逃さないぞっていうのが僕の役目で、生き返った人間、いや、一度来てくれた人間はね、もう逃がさないぞっていうぐらいな気持ちで、いつもこの楽しさを感じさせて、どんどんハマってハマってっていうね、どうやって増やしてるんですか、仲間を。いや、もう本当にみんな友達を連れてきたりとか、あとそれこそウェブを見て飛び込みで連絡いただくこともありますし、僕はね、結構他の付き合いのある友達を何らかの理由をつけて連れてきて、そのままそう、そのままハマらせちゃうっていうケースが多いですね。でも結構ね、裏方っていろんな役目やって大変ですよね、リユース食器なんて前やってなかったですよね。そうですね、やっぱり僕たちのテーマは少しでも地球に優しくなるっていうことと、あと日々少しでも成長していくっていうことなので、何度もいろいろなことは試してるんですけど、今のところリユース食器っていうことが一番答えに近いものなのかなって思います。僕たちできる範囲のことでね、で当然無理してたら僕たちも続かないので、できる範囲で何ができるかっていうことは常にみんなで考えてますね。ボランティアの募集とかも精力的にやってるんですか。それもそういう感じじゃなくて、そうですね、普段は特別やってないです。ただもし希望者がいたらいつでもウェルカムですし、このイベント本番の直前はもうスタッフのみんなにどんどん呼びかけて、友達興味ある人呼んできて、あとウェブでも呼びかけして、でいろんなところでチラシを配って仲間を増やそうとは頑張りますね。なんか子供もすごいたくさんいて、子供が主役になっている
催しが増えてるんですよね、うん、そうですね、まあ、僕たちのスローガンがまさに子どもの未来、地球の未来なので、まあ、子ども中心なんですけど、子どもが中心であれば必ず大人もみんな楽しめるっていう考えなので、まあ、とにかく一人でも多くの子どもたちに来てもらいたいっていう考えのもと、まあ、まずはこの地元の小学校、幼稚園に普段仕事や学校をみんなでサボって訪問して、で子どもたちといっぱい絵を描いて、そんな地道なことを、そうなんです、地道なんですけど、それがまた楽しくてやめられなくなっちゃうっていうのもあって、まあ相当無理してる人もいると思うんですけどね、会社をサボったりとか、そうなんです。でもその子どもたちが普段絵を一緒に描いて、それが会場中に飾られるんですよ。そういうことによって、ね、子どもも嬉しいですよね。そうです、子どもたちが来てくれるのも嬉しいし、自分たちが作ったお祭りっていう意識を少しずつでも持ってもらえると、こういう旗の一個一個が、そうなんです、そうなんです。ただ遊びに来るってよりは、このお祭りが自分たちのお祭りなんだっていう気持ちになってほしい。でそのままなんか本当に一緒に作り上げて一緒に成長していくんだっていうなんか考えになってくれたらいいかなと。どういうところが一番苦労ですか？苦労ですね、それはですね、やっぱりボランティアっていうので、みんなを同じ方向に向かせる、まあ同じ方向向かせる必要はないんですけど、みんなのモチベーションを上げること、やっぱり、ね、お手伝いじゃ僕はダメだと思ってるんですね。みんなにお手伝いじゃなくて、このお祭りをさっきも言いましたけど、自分のお祭りと思って、自分たちの自分のお祭りだからこそ自分で作る、やりたいことやるんだっていう気持ちにさせないといけないな。やっぱそこまでみんな到達させるにはちょっと時間がかかる。最初はお手伝い、なんか楽しそう、ちょっとやってみたいって感じで来るんですけど、それをね、生きがいにまで持ってこさせるには、生きがい、生きがいはちょっと言い過ぎあ、でもいいじゃないですか。でも、このお祭りにかける情熱というか、自分のやりたいことがここにあったんだっていうことを発見させたいんですね。ありがとうございました、はい、もうすぐサンセットパレードまた楽しみ。パレード今年は半端ないですよ。1時間ぐらい、はい、芸術祭のそのオリジナル振り付けっていうのを今年は考えて、振り付け、はい、楽しみにしててください。青森の羽根とみたいなね、ああいうようなノリで子どもたちも一緒に楽しめるような、それみんなで考えたんですか？そうです、まあ、一人ちょっと振り付け師とかダンサーがいるので彼を中心に考えました。わ、楽しみです、はい、ありがとうございました。はい、どうも、はい、どうも。今日はどうですか？いやー、最高です。最高ですね。はい、今日の宣伝は何ですか？今日の宣伝はなんといっても、ごめんなさい、何も言うことないよもうみんな面白い。はい、みんなもう全てが面白い。今日はね、分かった、この雨です。この雨が、この雨が最高の潤いとしてですよね、珍しいよね、やっぱりね、芸術祭で雨いいですよ。いいですね、うん、もう体の 70% 水って言われてる。雨とこう打ち解けて、気持ちいいよね。はい、そんな感じです。またまた。